皆さんこんばんは。今日はですね、どのゲーム実況者もヤバすぎて手が出せないでっかい企画持ってきました。なんとホラーゲームデッドバイデイライト実況していきたいと思います。どうも皆さんこんばんは、ココレモンです。今日もデッドバイデイライト実況していきたいと思います。で、今回ですね、タイトルにも書いてある通りですね、皆さんにお知らせがございます。2月の21日金曜日夜8時から生放送のオープンレックデッドバイデイライト公式番組のブラッドパーティーフライデーに出演決定しました。はい、やられた。前回のいつだっけ、何の回だったっけ、木村ゆいちゃんの回だったかな。木村ゆいちゃんの回で2月中に皆さんにいいお知らせができるかもしれませんってお話ししてたんですけど、このことでした。はい、OK。 いつもは楽しく解説しながらゲーム実況してますけど、今回は今まで話したことないような、まあ、めったに話さないようなちょっとゲーム実況の裏話をねしようかなと思います。というのも、そうだね、ブラッドパーティーフライデー、通称 BPF、知らない方のためにもね、説明すると、柏木ベルクラさんとあっさりショコさんがメイン MC でね、担当してる公式番組なんですが、おい、これちょっと説明してる場合じゃねえんじゃねえの、追われてんな、なあしーちゃんが追われてんな、キラーはヒルビリー。2人がね、公式番組でやってるんですけど、柏木ベルクラさんは一度も会ったことがないんですが、やばくない、やばくない。あーあーあああ、ナシーちゃん、ナシーちゃんがやばい、大丈夫ですか。メメントモリ持ってるじゃねえか、やべえな、直していこう。リペア開始、残り4つですね。はい、150円。で、柏木ベルクラさんとは面識一度も会ったことはないんですけど、なんかね、こうしっとり落ち着いた印象で、なんかね、会うのが今から楽しみですけども、こうなんか個人的にさ、わわやめて。車線切りながら逃げます。まっすぐ逃げたらね、危ないのでね、ここ使っていく。はい、オッケー、上がってこいや。なんかね、大きいイメージがあるんだよね、なんかトラッパーぐらい大きいんじゃないのっていう。なんかね、俺の中で大きいイメージがあるんだよね。身長測ってみたいな。で、あっさりショコさんとはしっかりステイ見てね。あっさりショコさんとは1年前ぐらいから面識、まあ、やり取りするようになったんですけど、あっさりショコさんがニコニコでね、動画を出してる時に、ニコニコに、なんかリスナーさんからね、ニコニコにこうすごいキラーがいるらしいぞと、でニコニコでもココレモンさんの話題が出てましたよみたいな、でそっからちょっとそのリスナーさんつながりでつながったんですが、ナースが弱体化した時とかね、ツイッターでこうやり取りとかしたんですけども、実際にね、今回お会いできるのですごく楽しみですね。やっぱりあっさりショコラ、チョコレート好きなんだろうね。ちょっと聞いてみようかな。何あれして、種類なんかあんの、なんかいろんな種類あるんだろうけど、どれ好きなんですかっつって。で、あと2人ゲストがね、来る予定なんですけど、はい、対決、今回倒していく。2人来る予定なんですけど、ちょっとね、調整がつかず、まだ誰になるかわかんないんですが、もう誰が来てもね、もう楽しみでしょうがない。というのも、俺、ちゃんとしたコラボ、正式なコラボっていうのが、まだしたことがないので、偶然ね、ポッキーさんとか出会ったり、
あと加藤純一さんとね、つながりがあったりとか、前の動画見てもらうと分かると思うんですけど、そういうのあるんですけど、ちゃんとした正式なコラボが初めてなので、しかも一緒にね、あのデッドバイデイライトできるんでしょ、最高じゃん絶対楽しいじゃん。もうテンション上がりすぎてさ、もう BPM で竹取り返しって言うかもしんない、言いたいうん、でも逆にね、緊張しすぎて番組最後まで言えないかもしれないけど、うん、お楽しみにっつってやばい、メメント盛りされてるでしょ、あれメメント盛りされていくやべえな、残り2人、発電機2つ追っかけてったな。いやー楽しみですよね。でまだまだ裏話があるんですけど、1月中にね、はい、ナム、先月。1月中に、すでにBPF 出演の、本当ナムが、本当ナムいた。ナムされてた。1月中に、BPF 出演のお話があって、他の演者さんのスケジュールと、俺のスケジュールとかで、結構後ろ倒しになってしまったんですけど、これがね、奇跡なのか、偶然なのか、必然なのか、よくわかんないですけど、2月の14日にね、一応出演する予定もあったんですけど、それがちょっと流れて、そこに加藤純一さんがね、出演なさるという多分オープンレックのスタッフさんもいろいろ考えてるのかもしれないそういうね、裏があって、実際に今回第6回だったかな、前回が第5回だったんですけど、そのね、実際の番組で、いろいろ盛り上がったようですが、もうなんか俺もまだ情報解禁してないからね、言うタイミングがなかなかなかったんですけど、これで全てが解き明かされるという。で、オープンレッグの、俺の公式チャンネルもね、これを機会に解説したので、ギリギリまで、助けに行こう。ギリギリまでね、作らずに解説するとね、感づく人がいて、多分すぐなんかバレちゃいそうだったから、初心者マークと公式マークがついた出来たてほやほやのオープンレックのチャンネルが概要欄のリンクにありますので、興味がある方はね、そちらからフォローしてください。あ、割れた、割れてね、割れてねんかい、割れてね大丈夫かな。あと、第6回のね、PPF の、URL も概要欄に貼っておきますので、当日ね、そちらからぜひ飛んでみてください。やばいね、捕まったね。ちょっと、ロッカー入ろうか。バーベキュー&チリ対策で。まずいな、おいやばいよ。お話してたらもうやべえじゃねえか。俺一人とあと吊るされてる人一人。バーベキュー&チリ対策、あ、なるほどね、俺一人じゃねえかやばいよ、ハッチ探そう。こうなったらもうハッチ探しの旅、ハッチの音聞きながらね、なるべくマップ中央あたりを、端を走るよりもね、マップ中央をね、行こう。どこにあっかな、中央怖いけどな。まずはこっちから、まずい。やばっはい、竹取り返し倒せ、やべえなおいおい、BPF で竹取りする前に、おい、死んじゃう、死んじゃったらやべえぞ。いた、こうしてく、離れまーす。小屋の方行こうか、小屋の方行こう。ここで死ぬわけねえかねベルクラさんに身長を聞くのと、アザリショコさんに何のチョコレート好きか聞くまでは死ねない。ああやばい、あとあとハッチで脱ワイフリー、ご先月。あ、でね、あ、そうだ、言うの忘れた、放送8時から始まるんですけども、その前の20分前ぐらいかな、7時半、7時40分ぐらいから事前放送と、あと事後放送、放送が終わった後30分ぐらいも、そちらの方にもね、出演いたしますので、よければ遊びに来てくださいね。
はい、それじゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。次回もデッドバイデイライト実況していきますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。あの BPF で、あの BPF でタゲ取り開始って言えるかどうかお楽しみにしててください。はい、それじゃあバイバイ。タゲ取り開始。